鉄道車両のリクライニングシート国鉄機百八十一軽機動車キロ百八十軽夜行高速バスのリクライニングシート西日本 JR バス七四四の二九九一リクライニングシートとは背もたれを後方に傾斜できる椅子。自在腰掛けと訳している。十九世紀中頃にアメリカで発明され、大型のカズト掛けのものが中距離の昼間の列車の誘導車用、パーラーカーに、 二人がけのものがチェアカーとして競争の激しい路線や長距離路線の座席車でサービス向上のために使用された。日本では高速バスの夜行便の座席が代表的な例である。日本での本格的な導入は1950年の特別に投車する60計客車が起源とされる。これは機械式で背もたれの角度を5段階に調節できるものであった。 現在、鉄道以外の交通機関、すなわち自動車、航空機、船舶においてもリクライニングシートは普通に採用されている。航空機のファーストクラスや乗用車ではほぼフラットになるものもある。また、中には足を置くフットレストやオットマンを装備しているものもある。一般的には前述のような乗り物のそれを指す場合が多いが、以下のように他の分野のものもある。 操作は概ね座席の脇にあるレバーかボタン、ダイヤルで行う。レバー式のものはレバーを引きながらボタン式のものはボタンを押しながら背中を背もたれに押し付けることで背もたれが倒れる。同じ操作をしながら背中を離すと背もたれが元に戻る。ダイヤル式は座席脇のダイヤルを回転させる。背もたれの角度を数段に調節する機械式と油圧シリンダーに より好みの角度で背もたれを固定できるものがある。乗用車では機械式が一般的であるが、鉄道、バス等の大量輸送機関においては、1980年代以降は油圧シリンダー方式が主流である。また、スイッチを押すことにより、背もたれの角度が変わる電動式のものもあり、治療椅子や利用椅子などの末置き式のリクライニングシートでは一般的である。また、 近年では、モーターの小型化により、座席の構え体内に、動力機構を収容できるようになったこともあり、航空機のファーストクラス、ビジネスクラスなどや、高級自動車でも採用されている。機械式のものには操作レバーなどがなく、背もたれを前に起こしながら適当な角度にすることで、ロックがかかり固定されるものがある。さらに前に倒すことで、ロックが外れ後ろへ倒すことができる。 ジムイスや前転劇場用では背中を押し付けて傾けるだけのものが多い。席を外すとバネなどの力で元に戻る。ビーチチェアなどより簡素なものでは支柱の位置を移動するなど簡単な仕組みで傾きを調整する。リクライニングシートが前後に並べて設置されている場合、前方の席の乗客が背もたれを後ろに倒すことで後部座席のスペースを圧迫するほか、 急激に背もたれを倒した場合等に、後方の乗客に背もたれが当たり、乗客同士でのトラブルに発展する事例がある。アメリカ合衆国内の航空便においては、リクライニングシートに関するトラブルで2014年8月から9月の9日間で、緊急着陸が3回発生している。前席背面のテーブルの支柱にはめ込んで前席の背もたれを抑え込み、 倒すことが不可能になる器具、ニーディフェンダーも販売されているが、アメリカ合衆国の多くの航空会社では使用を禁止している。日本では夜行の高速バスでリクライニングのトラブルや航跡への気遣いが発生することがあるが、岩崎コーポレーションのある運転手が後くされないようにとして一斉にリクライニングする、容赦車内アナウンスしたところ、そのことが乗客とみられる。 ユーザーのツイッターで取り上げられ、話題になった。VIP ライナーなど一部の高速バスでも、運転手が一斉にリクライニングしてくださいとアナウンスをする、取り組みを行っているほか、オリオンバスではあらかじめ背もたれを倒した状態で、運行することも行われている。一方で、バックシェルを導入することで功績に影響しないように、する事例もあるが、この場合は、シートピッチを、 ある程度広く取らなければならない。鉄道車両では近畿日本鉄道が8万系、火の鳥で、業界で、初めて全席にバックシェルを導入したが、シートピッチは一般的なレギュラー車で 1160mm となっている。ありがとうございます。